ダシマドカチャ。ダシマドカチャメガです。今日は今日のダンボール自販機は仮面ライダーエグゼイド。遊んでいきましょう。はい、押してください、はい、お願いします。はい、出た。これはこれは仮面ライダーエグゼイドデラックスハイパー無敵ガシャット。すげえ、いよいよ出たよ。いよいよ出ましたね。うわ、でっかい。意外と箱がでかいね。うん、今日はこれを開けていこう。うん、来い。おお、こっちか。おお、すげえの出たぞ。すげえの出たぞ。見て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 。うわ、めちゃくちゃ光っております。ピッカピカ。今までのガシャットと違う。そうだね、なんか全然違うね、形がね。うん、取り出してみようか。うん、取り出してみたいけど、どうかな。え、なんかピッカピカで、すごい、すごいね、めっちゃピカピカだね。何これ、何これ、どっからガシャット入れるの。全然まだね、わかんない。テレビにもまだ黒とかね、こうやってって思ってるあのシーンしかないからね、まだね。うん、近くで見るとね、めっちゃ光っております。うん、ちなみにマイティアクション X と比べるとこんな感じでございます。はい、全然違うよ。すごいね。うん、でちょっと絶縁シート抜いてさ、ちょっと音声聞こう。うん、あ、ここか。押してみるよ。うん、もう一回押してみようか。患者の運命は俺が変える。え、あー、なるほど。そういえばさ、去年のゴーストもさ、最終フォームは喋ったね。無限、俺は俺を信じる。さあ、他にセリフは変身。お、変身、変身、大変身、大変身、大大大大変身、大大大大変身。おお、すげえ、マックス大変身。そしてハイパー大変身。おお、すげえ、ハイパー大変身。さあ、それではカナト君、ベルトに装着してみたいと思いますよ。はい、マキシマムマイティ X ガシャットはもうこの状態で、ついた状態で行います。ハイパー大変身。おお、すごい。うん、そしてこの上のボタンです。これです。これを押します。すごいね、はい、装着した感じね、こんな感じなんですけれども、すごいね。絵柄はさ、このマキシマムマイティ X からこう飛び出てるイメージ、ジャンプして変身してるので、 LED がね、どっちも光っててめちゃくちゃかっこよかった。はい、またね、ここのボタンを押すと M の音声が発動します。いきますよ。うん、このように決め台詞が流れます。うん、いいね。うん、じゃあ次は必殺技行こうか。うん、必殺技いきますよ。おお、すげえ、
さあ、かなとくんにつけてもらいました。いかがですか？かっこいい。かっこいいよ、ね、ドライバーした。でかいね、でもね、やっぱね。でかい。すごいね。でかくて重い。はい、そしてね、あとは他のガシャットと組み合わせて無敵モード発動っていうのがあります。やってみるよ、うん、まずは1スロットに例えばね、パドルクエスト入れます、そしてハイパー無敵ガシャットをスロット2にセットします。向きはここ、このクリアパーツの部分がはまるように。で、あとはね、いつも通りレバーを引けば、なんか本当にゲームのさ、例えばマリオとかだったらスターを取った時の、感じの音声ですね。そうね。はい、じゃあ決め技スロットホルダーにも装填しましょう。うん、決め技。ハイパークリティカルストライク。はい、じゃあガシャコンブレーカーにも装填。じゃあガシャコンキースラッシャーにも装填しましょう。あれ、必殺技音声ならないんだね。はい、そんなわけで今日はこちらの仮面ライダーエグゼードデラックスハイパー無敵ガシャットを紹介しました。うん、いかがでしたか？ピッカピカでかっこよかったね。かっこよかったね。あとさ、はい、この謎だったところにはまったと。そうだね。ガチャってこうやってガチャって。まあこれでね、仮面ライダーエグゼードも最終ホームということでね、テレビの方でもどんな活躍するのか楽しみですね、かなとくん。うん、うん、皆さんも遊んでみてね。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。パパがね、ツイッターとインスタグラムやっておりますので、そちらの方もフォローしていただけたら嬉しいな。おすすめの動画も見てね。そんなわけで、バイバイ。